小原久吉商店のマスコットキャラクター群の総称。キャラクターデザインは9月かさ。小原久吉商店の8代目、当主、小原良樹の発案により、2005年に有田産みかんを使用したゼリーおよびオレンジジュースのブランド、取れたてみったんのイメージキャラクター、みったんが誕生。以後、醤油、タレ担当の山地ちゃん、果物詰め合わせ担当の若ちゃん、ちサイダー。 ユアサイダ担当のミヤちゃんも登場し、この4名を総称して、ヤマジ、シスターズと呼ばれるようになった。ヤマジは、のもとに、治さむと各小原久義商店の野号のことで、初代当主、参加や、自閉の名を略したものである。なお、4人は、シスターズを称しているもの,の姉妹関係ではない。学研、メガミマガジンクリエイターズボリューム9の、 地方キャラ特集で紹介されたことを契機に知名度が上がり、2009年9月発売の同詞ボリューム17より、イラストストーリー、山地シスターズふんわり日和の連載が開始されている。山地シスターズの関連商品は、湯浅町の大原久吉商店、国道店や、同社のネット通販で取り扱っている。また、一部の商品については、 秋葉原の寿やラジオ会館店でも扱っている。ありがとうございます。